ちゃ。こんにちは。さあ、豊さん、はい、阪神がちょっとまた虎の勢いがなんか牙が抜けちゃったかなというような、まあ、そうなんですよ。まあでも前の動画でも言ったじゃん、はい、今絶好調だけど絶対落ちる時が来るよって、うんうんうん、でもその期間を短くしなきゃいかんと。そうですよね。そしたらまた絶対上がってくるからって言ってて、はい、今やっぱこうそこの状態だな。確かに4カード連続で初戦黒星というところで、うん、でその打線も昨日の中日戦はわずか3安打2対1で負けてしまい、うん、プラスアルファこの打率がみんな揃ってこうなんかこうなんかバラバラには来ないんですね。いやだからその状態がいい人が全体的に下がるよって言ってたじゃん、はい、そうなんですよ。いやだからこれはまた全体的に上げるしかないし、はい、まあ俺は上がってくると思うけども、はい、ただあの負け方があんまり良くないな。そうなんですよね。昨日に関して言うと、まあ、初回は取ったものの結局相手に大島選手タイムリーそして川越選手1本ということで、まあまあそうだな、うん、まあただ昨日はブルペンデーみたいになっちゃったよな、はい、小笠原のミーティングをずっとやっててこうやって攻略していこうと、はい、言ったことがもう2回からはそうです全くなくなったわけだから、はい、だからもうブルペンであの祖父江が投げてきたりだとか、はい、まあ岩崎が投げてきたりだとか、はい、まあいろいろしたから、うん、まあそれも良かったからね彼らも。そうなんですよね。だからなかなか打つっていうのはもうコロ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 ピッチャーも変わっていくし、はい、まあこれはちょっと難しかったとは思うけども、うん、ただまあやっぱりこう打たないと元気なく見えるし。そうですよね。まあ不安を抱えながらやってるっていうことが一番のリスクだよな、うん、まあ不安っていうのはこう守りね。ああそれやっぱりサードだったりとか。まあまあそうだね。まあそういうこともあるし、うん、はい、だから非常に不安な状態でやってる。またその勝負時に入ってきて、はい、エンジンがかからないことに対しての苛立ち、うん、はい、まあ、そういうものもこう加味されてるよな。ですよね。まあ、昨日の試合に関しては岡田監督がやっぱりヒット3本でどうする言うねんと岡村とホームランばっか狙ってるんちゃう誰か知らんけどということで、まあ、これに関しては森下選手とか佐藤輝明選手がそのつなぐつなぐではなくてこう一発一発のそういう振り方になってるんじゃないかというふうに誰とは名指しはしなかったんですけれども、はい、まあ、大体言ってる人は分かる、ね、はい、で、まあ、でもその一発をこう狙ってるんじゃなくて、うん、狙ってるような感じのスイングなんだよね。あれ見えちゃうってことだよね。見えちゃうんだよね。必ずしもそのホームランだけじゃない彼らに言わせたら、はい、だからそこを言われるとさ、うんうん、やっぱこうげんなりしちゃうことはあるって。選手たちもですよね、うんうん、ね、だからやっぱ彼らもやっぱホームランを打って一発回答で勝利に貢献しようというプラスアルファで捉えるとさ、はい、プラスで捉えるとそう捉えるだろうし、うん、いや繋いでいかないから、でも繋いだからって点が取れるかっていうとさ、そうですよね、いやどっちなんだっていうような話になるじゃない、はい、いやだから彼らは決してそういうわけではなくてチームに貢献したいと思ってフルスイングをしてるだけなんだよね、うん、まあ、そう映ってしまうのかもわからないけども、まあなあ、あの今元気がなくなってしまった。でもあれだけその前は繋いで得点できてた、何がきっかけでこうなっちゃったんですかね。まあ、きっかけはやっぱりエラーで負けたということだよ。まず次の日外されたっていう、はいはい、まあ、そこら辺からやっぱチームのバランスというか、はい、そういうのが悪くなって、外すんだったら外すで、うん、そのまま行きゃよかったんだけど、そうですよね、また戻したりだとか、そうなんですよ。で結局何のために外したのかっていう、うん、いや左対左今まで使ってたのにっていうような、はい、まあ、そういうちぐはぐな面も出始めてるよね、うん、だからこれはやっぱこう、まあ、チームを預かっておかないとわからないけども、うん、まあ、だけど、まあ、姿勢を使い続けるんだったらもう崩さないで、うん、まあ、行った方が良かったんじゃないかなっていうような気はするけどもね。そうですよね、うん、それによって例えば佐藤輝明選手もやっぱりこうエラーしちゃいけない、エラーしちゃいけないと思うと、いやもうね、いやいやもうね、それは常に思ってるよ選手だったら、うん、だから言われる言われないじゃなくて、やっぱり自分が一番感じ取ることだから、うん、それはずっと思ってるし、うん、それがやっぱバッティングに影響してるかって聞かれると影響してるって言わざるを得ないよね、はい、うん、だからこれは影響してるよ。それはバッターボックスで見てても
それはちょっと感じます。まあ見ててもっていうか、まあそうだな、まあそれはあんまり感じることはできないけど、内面のことだから、まあだけど、まあ気にはしてるだろうなっていう、まあ同じ立場というか、同じ内野手でやってきた人間とすればさ、まあそういう致命的なエラーをした後っていうのは、やっぱ結構自分でもショックだし、よし打ってっていうことが空回りしだすと、やっぱ焦りになるし、そうですよね。だからまあそこら辺はその勇気づける声掛けっていうのはね、まあ確かに必要だし、ただ岡田監督とすれば、いや何甘いこと言ってんねんって、いやいやそのお前早上がってこな、阪神のレギュラーなんかもずっと晴れんぞって思うかもわからないし、これはねやっぱこう佐藤輝の性格もあるだろうし、だから佐藤輝だけじゃない、やっぱこうチームっていうのはそういうエラーの後にどう助けてやるか、包み込んでやるか、それはやっぱ点を取って逆転することだったんだけども、それもできなかったという、やっぱチーム全体がこう落ち込む原因を作ってしまったというね。そうですよね、まあ、チーム全体がね、だからこれは立ち直るにはやっぱなんかこう勢いがつく勝ち方をしたいよね。例えば佐藤輝明選手で、例えば逆転ホームランだったりとか、まあ、タイムリー、まあ、例えば去年昨日でも、まあ、最終打席ライデルに足に当てたけども、あれを起死回生の同点ホームラン打つとか、一、人ランナーがいて逆転ホームラン打ってくるとか、とか他の選手でもいいんだよ、だからそういう風になれば、もうそれはねついてないよ、足に当たって弾いたのがファーストだもん。そうですよね。それがアウトになると、やっぱ月もやっぱ勝負事だから月もあって、月も今ないんだろうなっていう風に思うよね。そうですよね、だからまあ、非常に苦しい立場では、まあ、佐藤輝のことだけではなくて、まあ、いろいろこう標的にされてる人はいるよ。いやだから辛いだろうなとは思うけども、でもここを乗り越えないと。そうですよね、あとはやっぱり坂本選手が2軍に落ちたっていうのもやっぱファンの中ではまあびっくりだったんですけども、これはなんかそこら辺もいろいろあるのかなっていう。これはね内情だからわからない、これは本当にあの気分転換で、ちょっと一回ファーム行って整理してこいなのか、調整してこいなのか、これはわからないよ、なかなかね噂レベルでは、だからこれはでもやっぱこう中に入ってみないと、なかなかわからないよ。なんか試合中のことで何かあったのか、全く本当にリフレッシュ。だからまあその考え方が違ったのか、でもそれはどっちに合わせていかなきゃいけないものなのかっていうことを、やっぱり一回整理してこいっていうふうに言われたのか、それはわからないよ。わからないけども、やっぱ首脳陣としたら、やっぱこう反旗を翻したりとかさ、その不協和音を招くような行動だと下げるし、でも本当に調子が悪かったら落とすし、だからこれは分からないけども、やっぱり一回リフレッシュっていうことは必要な状況ではあったんだろうなとは思う。それによってでも、まあ、梅野選手と坂本選手っていうのは、まあね、二大正捕手みたいな形でやってきた、一人をこの時期にやっぱ落としてまでもっていうのは、なんかチーム内でどうなんなんかあったのかなと思っちゃいます。だけどね、例えば大山が最初に里輝が落ちて、大山が落ちて、森下が落ちてとか、で上がってきてみんなが良くなってっていう、まあ、そういうことの狙いもあるかもね。一回こうリフレッシュして放牧して、ほんでリフレッシュして帰ってきた時には本当元の坂本みたいなね、形で活躍できるっていうのを望んでるのかもわからないし、だからそのために時間を与えたのかもわからないし、だからこれはいい方に出るというふうに思っとくしかないよね。もう願うしかないですよね。いや願うしかないし、過去やっぱこの3人がね落ちて、クリーンアップ3人が落ちて、それで上がってきてこう活躍ができるようになって、チームが上昇したと、だから、まあ、そういうことに欠けてる可能性だってあるよね。そうか。ただ、まあ、じゃあ、まあ、その代わり坂田選手、長坂選手が今ベンチにいますけれども、梅野選手がこの前及川投手の時に、ホームランを浅野選手に打たれた、すぐにセットで交代と。であれ、富田投手と、長坂選手でまた次セットで今度は坂井田捕手と、岡留投手というふうにもう
すごかったんですけど、めくるめく交代で、あれは、まあ、でも彼らは出るチャンスがなくてね、はい、あの一応チャンスを与えて、そのどういう状況でリードするのかとか、うんうん、どういうことでリードするのかとか、引っ張っていくのかというのはやっぱり一応こう確かめたいよね、見たいというか。じゃ、あの4対0はもうこの試合ちょっと無理かなっていうのは、いや無理だとは思わないけども、うん、やっぱバッティングの状態前日からこうずっと見てると、うん、こう4点というのは重いなっていうふうにちょっと気分転換させようかって、気分を変えようかっていうような狙いもあったと思うんだよ、うんうん、だからもうね本当にこう周りが神経質になってるよな、はい、今ピリピリしてるピリピリしてるよな、これはもうしょうがないよな、まあ、阪神で人気あるしそうですよね、うん、やっぱ勝ってほしいと思うし、まあ、昨年のなんつっても日本一のチームだからね、はい、だからこんな力じゃないはずだっていう、うん、みんながこう思ってるけども、うん、まあ、今年はその力を6割ぐらいしか出せてないという、うん、だからそれもイライラするだろうし、ストレスもたまるだろうしな、うん、これはもう仕方ないけどね。例えば梅野選手、ああいうふうに一発打たれてセットで交代、まあ、懲罰交代というのか交代させられると、気分的には どういうふうな気分、しょうがないななのか、セットで俺もみたいな感じになるのか。そうだな、うん、なかなかまあ難しいけど、打たれちゃいけないところで打たれた、うん、ね、まあ、あれは門脇選手のフォアボールっていうところも岡田監督は、まあ、駆け引きもそこら辺であったと思うんだけどもさ、うん、だけどそこで駆け引きを考える時点で、うん、岡田監督としては嫌だったんじゃないの。そうか、うん、いやいや何を言ってんだって、まだ2回やないかいって、勝負やろうよって、うんうん、同じ左対左やないかいって、うんうん、ね、でましてはそのドラフト1位でさ、はい、競合して、うん、ね、巨人に持っていかれて、はいはい、ね、うん、そういう選手に打たれたっていうのは、うん、ちょっと悔しいよね。岡田監督としてはそうですよね。悔しいよね。ただ森下っていうね、いい選手も取ってるし、まあ、それはまあ誤差さんだろうけども、うん、でもまあちょっと嫌な気分はあるよ、ね、梅野選手もあ、しまったなっていうのはこう、ね、球を受けながら思ってたんですかね、あの時にグラウンドでは。あれはあのウィークポイントは分かってたと思うんだよ、浅野の、うんうん、でそこを突く前にやられたっていうのが、うん、やっぱ嫌だったんじゃないの。あ、そう、やっぱ悔いが残るよね、どっちにしろ、うん、打たれたっていうことに対しては、はい、だからまあ梅野が悪いとか、及川が悪いとか、うん、まあ、そういうことではなくて、やっぱその前の思考に問題があってさ、はい、やっぱ門脇にボールが先行したどうするみたいな、うん、いやいやいやみたいな、まあ、そういうところもあっただろうし、うん、うん、だから、まあ、懲罰交代なのかもう分からないけども、はい、もうそれもね、他のキャッチャーも試したいっていうこともあったんだろうし、だからまあそれはもう分からないよね。いやでも今正捕手といったらもう梅野選手しかいないわけですよね。そうだよ。これはちょっとどうなんですか、今年ねバッティングの打率がなんていうふうにも言われてますけれども、いや、まあ、打率なんていうよりもさ、うん、やっぱこう打てない分だけ、うん、なんていうの、どうしても点をやりたくないっていう気持ちが強いから、はい、やっぱリードにいっぱいいっぱいだと思うよ俺は、うんうん、それと梅ちゃんは昨年日本一にはなってるけど、その実感がないわけよ。いなかったですもんね、大半いなかったわけだから、うん、いやだから絶対優勝したいのは梅ちゃんが一番強いはずなんだよ、うん、でも梅ちゃんの中で空回りしてるんだよ。あ、自分の中で。だからまあこれはしょうがないんだけど、はい、こうチームの状態にね巻き込まれてるということがあって、うん、いやだから梅ちゃんはね絶対やるんだよ、うんうん、ケツ叩いたら、うん、乗らせていけば、いや、まあ、乗らすって、まあ、そうだな、だからお前しかいないから頼むぞって、うん、ね、頼りにしたらね、よっしゃって男気あるタイプだから。そうですよね。あ、いやだから、あ、もうなんていうのかな、いやお前もういいみたいな扱いじゃなくて、うん、梅ちゃんの気持ちを考えたら梅ちゃんが一番優勝したいって、うん、あのチームの中で多分今年は、うんうんうん、だからその気持ちを汲んだらやっぱこう頑張るって応援するしかないし。ですよね。これまでもあのチャンスでタイムリーだったりいいところで去年とかだったり一昨年も打ってたので、うん、今年ねどうしてもなかなか打率が上がってこないところがフューチャーされがちですけど、それもな何か一本出れば変わってきたりっていうのもある。いやノリがね、うん、やっぱこう
チームのノリが出てくるとそれに乗っていけるというか、うんうん、まあ、逆にノリを作っちゃえばいいんだけどね、梅ちゃんが彼がね、うんうん、もうそのぐらいの、まあ、力もあるとは思うしな。ですよね、うん、やっぱり阪神ファン、梅ちゃんファンすごく多いので、もちろん坂本選手ファンもそうですけど、やっぱり、まあ、今となったら梅ちゃんしかいないからね。もう頑張れ頑張れ、もう本当もう梅ちゃんしかいな いやこれ梅ちゃんこけちゃったら実のこけるって。そうなんですよ。いや本当にもうなんかもう砦というかね、なので梅ちゃんは今、まあ、そうだな、うん、まあだからまあ頑張、まあ、彼も頑張ってるけどね、うんうん、ただやっぱこうチームの成績がねこういう風になってくると、やっぱ叩かれるって言ったらキャッチャーが叩かれたりとかもするからね。そうか、だからまあ神経質になる。で、まあ、ただね、俺が一番こう危惧してることは、はい、やっぱ働く職場の雰囲気だよ。そこですよね、うん、やっぱね一番いいのが広島がいいと思うよ。ああはい、あ、職場の雰囲気はね、うん、で、まあ、巨人も、まあ、悪くはないと思うし、ただ阪神、それから比べると阪神はどうかっていうとさ、うん、やっぱちょっと重いというか、うん、暗いというか、うん、まあ、そういう感じは漂ってる。例えばその監督とコーチ陣にしてもすごく気を使いすぎちゃうとか、何も言えなくなってしまうとか、うん、まあね、岡田監督はやっぱりすごい方なので、まあすごい方だから黙っとかなきゃいけないとか、うん、そうじゃなくて、やっぱ戦うところは戦わないとさ、うん、やっぱダメだと思うし、うん、俺は何が職場の雰囲気やったらやらなきゃいけないの、プロやプロやったらって言うかもわからんよ、はい、言うかもわからんけど、俺は絶対大切だと思う、うん、職場の雰囲気っていうのは、うん、でやっぱね、各企業だってね、職場の雰囲気がどれだけ大切かという、やっぱ風通しのいい雰囲気じゃないと、やっぱ仕事なんかできないよ、うん、ね、やっぱそれに気がついたら阪神は行くだろうな。なかなか雰囲気は変わらないとは思うけど、そうですね、いやだけどやっぱね、職場の雰囲気っていうことを考えて、はい、やっぱもう一度考え直したらまだ間に合うと思うけどな、うん、それはまあ岡田監督、コーチ陣、選手みんな含め、この職場の雰囲気だからリーダーだよな、うん、だから阪神のリーダー、まあ、例えば選手、うん、といえばもう近本かなって思うし、うん、近本がダメだったら誰だ、大山選手、大山か、うん、あがもう明るくやろうよって、うんうん、もういいじゃん、何言われたっていいじゃんって、うん、結果は終わって出てくることで、うん、やってる時になんか、ね、想像したってしょうがないし、うん、ね、もうとにかくいい結果出るようにみんな明るくやろうぜみたいな、うんうん、もうほっとこうって、はい、ほっとこう、俺らのチームだみたいな、うん、何をほっとくんかわからんけど分からんけど、ね、はい、いやだけど何言われたっていいじゃんって、うんうんうん、ね、お行こうぜみたいな、うん、ね、だからやけに明るくなってるとそういうことに引き込まれるようになってくるから、か、うんうん、岡田監督ってね、決してね暗い人間でもないし難しい人間でもないんで、はい、ね、やっぱ正統派なんだよ、そうっぽいで見えますね、本当に曲がったことが嫌いで正統派な、いやだからそういう風になってくると、うん、やっぱ自分もいけいけみたいな言ってやってみやってみっていうようなタイプだから、もう選手側からそういう雰囲気に持っていっちゃうっていう、うん、の方がいいと思うよ。そうですね、このままだとちょっと暗いままずっといっちゃいそう、まあ、そうだね、うん、だからまあそのね、仕事の職場の雰囲気っていうのは大事にしてほしいなっていう風に思います。そうですよね、はい、まあね、今日はこの後もうすぐに、デーゲームなので、はい、村上投手とメヒア投手の投げ合いというところなので、はい、なんとかね、本当は昨日巨人とカープが試合なかったので勝って縮めたかったんですけどね。いや、そりゃ勝たなきゃいかんよ。ですよね。だからといって中日を応援して、ね、応援してないとは言わないけどね。そうです、そうです、まあ、まあちょっと心配だしね、俺阪神が優勝という、うん、ね、予想にしてますからね。予想にして、中日は2位だからね。ちょっとその思惑外れていますが、どうなってんだよ、セパともにね、どうなってるんだってありますけど、はい、ただね、やっぱり初戦落としているだけに、どうしてもねこの2戦目重要になってきますので、まあ、そうだな、はい、明るい雰囲気でなんとか勝ってほしいですね、うん、はい、はい。